ここやな。誰もおらんのかい。しゃあない。出直すか。こいつが牧村か。何がこたんで。どなたですか。あれ、お客様ですか。おかしいな。すみません、誰かいらっしゃってますか。なんやこいつ、目が。もうドア開けっぱなしで出かけちゃったのかしら。俺は客や、客やって。来てや。おい、ええから来てや。泥棒やったらとっくに逃げとるわ。落ち着けやな。どこにいたんですか。俺は今店に入ってきたとこや。いきなりあんたがすごい勢いで突進してきたもんやから避けきれんかったんや。ビビったのは俺の方やで。でも今日の予約はもう入っていないはずです。そうなんか。いや、実はもう体がバラバラになりそうなくらい辛くてな。そしたら知り合いにこの店の店長の話聞いてな。なんや、ゴッドハンドっちゅう噂らしいやんか。せやから飛んできたっちゅうわけなんやけど。おい、すみません、怖くて。すみません。ええんやで、店長はおらんのか。今日は出かけて帰ってきません。すみません。なんで謝るんや。わかった、とにかく出直すわ。本当にすみません。泣くなや。どこがおつらいんですか。え？さっき体がバラバラになりそうって。治療されるなら早く予約をされた方が。え？ああ、それはもうええんや。ほなまだな。やっぱり。やっぱり。タイマー！ちょ、ち
ちゃう、違う、ゆうとやろうが。ああ、ほら、わかった。お姉ちゃんにやってもらおうかな。な、それなら納得してもらえるか。相当つらかったんじゃないですか。ああ、こんなに体を酷使されてるなんて。失礼ですが、お仕事は何をされてるんですか。仕事？俺は。俺はキャバレーのボーイや。そうなんですか。同業の方たくさんいらっしゃいますよ。やっぱり大変なお仕事みたいですね。この前もグランドって有名なお店の人が来て、支配人がむちゃくちゃばかりするから毎日すごい大変だってぼやいてました。ほう、誰や一体。よく貧乏暇なしって言いますけど、私は忙しい方がいろんなお客さんと知り合えるから全然苦にならないんですよね。私、お客さんから仕事のこととか街のこととか聞くのが好きなんです。お客さんが普段どんな仕事をしてて、それで体がこんな風に凝ってるんだなって、施術をしながら頭の中で想像したりするんです。ほな、姉ちゃんの話聞かせてくれや。なんや、趣味とかあるんか。そうですね、展示の本を読んだりもしますけど、ラジオを聞く方が好きかな。ラジオか。最近はテレビの方がええって思ってたけど、目見えへん人でも楽しめるっちゅんはラジオのええところやな。ええでも一方的に話を聞くより、こうしてお客さんと直接お話をする方が好きなんですだから仕事が趣味みたいなものかもしれません。人と話すんが好き言うんやったら、あんたホステスなんか向いとるんとちゃうか。私がですか。さすがにそれは。あ、いやいや、ああいう店に来る男っちゅうのは誰かに自分の話がしたいんや。せやからホステスっちゅうのは何よりもまず聞き上手でなきゃあかん。そういうものなんですか。そんなもんや。その点姉ちゃんはいい線いっとると思うで。しかし仕事が好きか、そら羨ましいの。お仕事好きじゃないんですか。うん、まあ上司がちょっとな。そうなんですか。じゃあきっと私は上司に恵まれてるんですね。店長に出会えて私本当に助かったんです。店長のお店だったから今までやってこれたけど、他のお店だったらとても。ここの店長ってのはどないな人なんや。店長ですか。そうですね、なんか見た目は怖いらしいです。なんや、その見た目はっちゅうのは、まるで実はちゃうみたいやないか。だってあんなに優しい人他にいませんよ。そりゃ怒鳴ると怖いかもしれませんけど。そのなんや、暴力を振るうタイプとちゃうんか。
暴力？確かに店長、力は強いみたいですね。店長の指圧を受けてるお客さんはいっつも悲鳴を上げてますよ。いや、そういう意味はノーってな。でも、あんなに強く指圧してるのに揉み返しが起こることが全然ないってすっごく評判なんですよ。ゴッドハンドっちゅうやつか。どうしてもお店に来られないって人のために出張訪問まですることもありますし、いつもお客さんの健康を第一に考えてるんです。整体師としてもそうですけど、人間としてとっても尊敬できる人ですよ。はあ。それに以前私も店長に救われたし。救われた？とにかく店長は全然怖くないですよ。人は見た目によらないってことで。私見たことないですけど。おいおい、さすがに笑えんで。お客さん、お客さん。なんや、寝てもうたんか。相当お疲れだったみたいですね。リンパも全然流れてなかったみたいですし、睡眠不足が続いていたんじゃないですか。ああ、そうかもしれんな。じゃあ、今度は仰向けになってもらえますか。ちょっと枕の準備しますね。ねえ、ったく何してんねん。俺は。あれ、店長。え、いやー、参った参った。財布忘れたまま飯食うてもうたわ。また忘れ物ですか、店長。おお、先日中か。いらっしゃい。ほう、これはお邪魔やったかな。この方、店長をご指名でいらっしゃったんですよ。お仕事が大変みたいで、体中カチカチで、私が無理言って施術させてもらったんです。ですよね。ああ、そうや。ほう、そない体痛めつける仕事っちゅうも興味ありますな。あれ、店長、ハリーですか、それ。はあ、弟子に任せっきりやったら新規のお客さんに失礼やしな。オプションでハリー行っとこか思ってな。え、本当ですか。お客さんラッキーですよ。店長、常連さん以外ハリ治療やってくれないんです。店長のハリ級だったらお客さんのコリも良くなるかもしれない。ん、あれ、何の音だろう。ああ、あかん、大事なもん忘れたわ。ちょ、お前タバコ買うてこいや。私？春やるとき、わしがタバコで急に火つけるんは知っとるやろ。あ、早く買うてきて。でも、私だと時間かかりますよ。大丈夫や。それまでゆっくりこのお客さんのツボチェックせなあかんからな。じゃあ、行ってきます。おう、気をつけてな。
はよドス取ったらどうや、固めのあんちゃん。こういう状況も慣れっこっちゅうわけが。牧村誠さんよ。そんな前どこで聞いたんや。どこもかしこもあるかい。テレクラで引っ掛けた女つこうて派手なリサーチかましとりゃ名も売れるわ。ほう、いろいろ調べてきたようやな。なんや、ずいぶん余裕やな。近江の鉄砲玉がなんか知らんが、的の店で気抜いとるような敏郎の殺し相手ならなおさら。ん？悪いことは言わん。このままおとなしゅう帰れば見逃してるで。ふん、引く気はないか。ならゴッドハンドの大サービスや。行くでー。おー、うりゃ。ただの鉄砲玉やと思っとったが、一味ちゃうな。何もや、お前。
こっちのセリフや。なよっ、邪魔すんで。やっぱりチンケなチンピラかい。ちゃんとお仲間呼んどったちゅうわけか。なおか、お前の仲間とちゃうんか。なんやと。取り込み中すんまへんな。あんたが店長のリー・ウェンハイやな。牧村誠はどこや。え、リーやと。何言うてんねん。わしが牧村誠や。ああ。何しょうもない嘘ついとんねん。今までそれで乗り切ってきたんかもしれんが、うちらには通用せんで。何やと。あ、せやったら。はい、店長、買ってきましたよ。あれ、店長。まこと、なんやと。おお、ええタイミングや。おかえり、牧村まことちゃん。お客さんですか。おい、さっさと連れてけや。逃げろ、まこと。マコト、ええから逃げろ。なあ、なの、店長、店長どこ。牧村、この子が。邪魔すんな、おっさん。おら、おさっとすんな。へい、へい。ああ、なに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 。おら、さっさと連れてけ。なんなんやこりゃ。おっと、兄ちゃん、どこ行く気や。ほんまにあの子が牧村誠なんか。ああ、それがどないした。ちゅうかあれ、何もんやね。あの女、俺の獲物や。お前らの勝手にされたら困んねや。そらこっちのセリフや、ボケ。前あんたも死んどき。逃がしたってくれ。なんやと。あんたしか頼れんのや。あよ、あよ、いかんかい。余計な邪魔しよって。なんやこの状況は。死体の処理が邪魔くさいけどしゃあない。二人ともそのまま蒼天堀に流したら。覚悟できとんな、兄ちゃん。おう、やったれ。Yeah!
追いついたで。なんやわら、邪魔すんなや。どこのヤクザか知らへんけど、こっちもその女渡すわけにはいかへんのや。返してもらうで。くそー、この辺ぶっ殺したれや。立てるか。その声、さっきのお客さんですか。あの、一体何がどうなって。クソが、その女は渡さへんで。すぐに仲間が駆けつける。さかい、怖いの。説明後や。とにかくここを離れるで。な、何？静かにせ。あ、兄貴！くそ、どないなっとんねん。兄貴、大丈夫でっか？おい、女はまだ近くにおるはずや。すぐに探すで。応援呼ばんかい。はい。厄介なことになったね。行くで。何なの？一体どうなって？あよ来てや。ちゃうねんって。あの女どこ行きよ。どうなったら出る静かに。行くで。ついてこいや。はい、こっちやで。おい、危ないから後ろにおれ。なんで急にこんなことに。話は後で。まずは連中を任せ。まだ遠くへは行ってへんはずや。僕へは行っとらんはずや。行くで、ついてこいや。はい。店長は無事なの。今は自分の身を心配せえや。行くで、ついてこいや。
誰なんです？危ないから後ろにおれ。うん、分かった。こっちや。喋ってると舌噛んで。
すなよ。おい、危ないから後ろにおれ。行くで。それはあかんて。空ワクワクですよ。ねえ、ちょっとどこまで走るの？こいつら倒さな先へは行かれへんか。橋から相手したるまで。遠くへ逃げなあかん。もたもたしてる暇はないで。行くで。おい、危ないから後ろにおれ。こっちへ。あかん。こっちや。階段降りるで。え？階段？ちょっと待って。んな余裕ないわ。しっかり捕まってろや。よし行くで。おい、危ないから後ろにおれ。うん、わかった。
あとはここを突っ切れば奴らを振り切れるはずや。手こずらせてくれたな、兄さん。誠ちゃん、渡してもらおうか。くそ、しつこいやっちゃな。お前はここでじっとしとけ。はい。誠ちゃん、先逃がしてもええで。どうせ一人やったら遠くまで行かれへん。すぐに追いつけるんやからな。その代わり、ここでお前を確実にぶっ殺す。それからゆっくりと誠ちゃん捕まえて連れて行かせてもらう。何も言えん。え？なんであの女狙うとる？お前、そんなことも知らんと、あの女をどうこうしようとしてたんか。何やと？お前は何も分かっとらん。あの女の価値を。お前は自分が何に足を突っ込んでんのか分かって。おい、どういうことや。くっそ、ここまで来たら大丈夫やろ。お前大丈夫か。おい、何を。心配すんな、奴も逃げた。すぐに会えるはずや。本当に。ああ、どうしてこんなことに。